創業者のジャニー喜多川氏、享年87、の加害問題が世間を騒然とさせるとともに、タレントの退所ラッシュもとどまることを知らないジャニーズ事務所。5月2日、元 V6 の三宅健、43、が退所。同22日には平野紫耀、26、神宮寺勇太、25、岸優太、27、がキング&プリンスから脱退。平野と神宮寺は同日に事務所からも退所した。さらに同25日にはジャニーズジュニア、うちユニット、インパクターズのメンバー7人全員が退所。三宅、さらにインパクターズもグループ名を変えて2022年10月に退所した滝沢襲名氏、41、が立ち上げた新会社、株式会社 2B に合流するという話も浮上している。そんな彼らに続くのがキスマイフット2の北山宏光、37、だと言われている。2022年秋から何度も事務所と退所について相談していた、と4月26日配信の、文春オンラインに報じられ、退所は既定路線だとされる北山。KinKiKidsの堂本光一さん、44、が主演。北山さんがライバル役で出演した舞台、エンドレスショック。とスピンオフ、エンドレスショックエターナルが5月31日に千秋楽を迎えました。大きな仕事が一旦落ち着いたこともあるのでしょう。舞台終了から少し間を置いた6月7日以降にも北山さんのジャニーズ事務所からの退所が発表されるとみられ、その最終調整に入っていると聞こえてきています。芸能プロ関係者。北山と滝沢氏はプライベートで食事や旅行に行くほどの中で、滝沢氏を師として敬愛している。そのため、北山も、2B に合流し、来春のお披露目ドーム公演にも裏方として参加するのではないかとも囁かれている。民放キー局関係者は話す。ただ、北山さんだけではありません。キスマイにはまだまだ不穏な話があると言いますね。そもそもキスマイには、当初はメンバー全員で退所するという話が囁かれたり、さらには北山さん以外のメンバーも事務所との話し合いを行っているとも聞こえてきていますからね。キスマイは元スマップチーフマネージャーの愛氏が管轄していた。愛氏派で、スマップ解散騒動前後から退所説が取り沙汰されてきた。2022年12月には、10年にわたってメンバー2から3人で出演してきたグループの冠ラジオ番組、キスマイラジオ文化放送が、今年から一人で出演するスタイルへと変わるなどの変化もあった。キスマイは今年に入ってからメンバー7人揃っての取材が NG になってしまったという話も流れています。事務所サイドから許可が下りないということでしたが、考えられるのはメンバー仲が悪いとかメンバーの脱退や退所が近いといったことですよね。さらに、これまでキスマイの楽曲を CM に使用してきた東京インテリア家具が、楽曲の使用をやめたというのも気になります。前出の民放キー局関係者、2018年、ホーム、2019年、君思い、2020年、マイプレース、2021年、オリジナルカラー、そして2022年からは、リボン、と、東京インテリア家具は5年もの間、CM ソングにキスマイを起用してきた。リボンを起用した CM は2022年4月1日からオンエアされていたものの、今年5月8日から LDH のグループ、ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブの始まりの歌に切り替わっている。東京インテリア家具の広報担当者は当サイトの取材に、楽曲の切り替え時期について、偶然であり、使用量の問題、だとしたダブルコート。新曲だと1年間無料で使える。同社が使ってきたキスマイの楽曲もすべてその年の新曲だった。しかし、今年は新曲が出ておらず、切り替えることになった、そうした旨の回答をくれたのだった。CM の切り替え自体は制作費の問題だったようだが、新曲の動きがないのは気になるところ。昨年は8月と12月にシングルをリリースしていますが、今年はないわけですからね。こういった事情からもグループが揺れていることが伺えます。全道、そんな中、もうすぐ北山の退所が発表されると見られている。
北山さんは長期にわたって事務所と話し合いを続けてきたと言いますが、実はもう一人、事務所と話し合いを進めていたメンバーがいたと言います。それが横尾渉さん、37、です。前出の民放キー局関係者、横尾といえば、1月26日に一般女性との結婚を発表したことも記憶に新しい。結婚を前に相手の女性が SNS などで交際を、匂わせ、ていたこともあってか、横尾さんの結婚には、結婚は間違ってるよ。アイドルをしたいなら結婚すべきじゃないよ。プロ意識もクソもない。グループに迷惑かけて楽しいか、ダブルコート。など、批判的な声も多く上がってしまいました。記者の直撃に、横尾さんが堂々と交際を認めたことも、ジャニーズのアイドルとしては良くなかったのでしょうね。全道、2021年7月のフライデー、講談社が横尾と一般女性の熱愛をスクープ。記者から、真剣交際で間違いない、と直撃された横尾は、それはまあ、はい、わら、と堂々と交際宣言。結婚についても、後々はそういうことも。もう35歳になりましたし、中途半端な気持ちではないということだけは知っておいてほしいかな、と応じたのだ。横尾さんとしては、相手の女性を大切に扱いたいという思いから認めたのかもしれませんが、これで事務所サイドから大目玉を食らったそうです。事務所は恋愛自体を認めていないわけではありません。ただ、ファンあってのアイドルですから、交際をするにしても、そのあたりの自覚はしっかりと持ってほしい、配慮をしてほしい、ということだったんでしょう。このあたりから、不協和音が鳴り始め、さらに結婚も相まって、客観的に見ても横尾さんがグループにいる状態はよろしくないとなり、事務所と話し合いが持たれたのかもしれませんね。ただ、横尾さんは4月から NHK の朝の生活情報番組、朝一で、料理のレギュラーコーナーを持つようになりました。ですので、対処秒読みの北山さんのような状態にはないと考えられますが、どう？北山の対処話だけにとどまらず、キスマイ周辺ではまだまだ波乱が巻き起こりそうだ。北山は退所後、滝沢氏の 2B に合流することになるのだろうか、それとも。